ついに届きました。クリスマスプレゼントもらった子供みたいにテンション上がります。それでは開封してみましょう。それでは早速開封の儀に移りたいと思います。これまでのカンパチやマダコとは違いますよ。これはこれから私ピコリの相棒になるものが入っております。これはついに来た。3、2、1。ダーカモン。ヘルメット。黒は何だ？ははー、ミラーですね。グラフィットのミラーです。私の相棒はホワイトです。それでは組み立てていきましょう。よし。なになになに、どうなってんの？ほうほうほう、そんな難しくないですね。そうなの？こういうこと？関節技でね、関節バキって折っちゃうみたいにね、壊さないように丁寧に組み上げていきますよ。はい、もうちゃんとしたフォルムですね。形になってますね。はいはいはい。なになに、それでは、ミラーをつけていきます。ついに
組み立て完成しました。さあ、それでは、組み上がったので充電をしたバッテリーを入れます。ちなみにあのバッテリーここに内蔵されてるんですけども、バッテリーは外して家で充電っていうのもできるんですが、バッテリーを入れた状態でも充電ができるということで、これバッテリーのコードですね。ここのですね、これを開けてここをカチャッとバッテリーを入れた状態でここで入れて充電っていうのもできるんですね。さあ、それでは今回はもう家で充電してあるので、これを入れていきます。よし、それではバッテリーを入れてみましょう。さて、バッテリーを入れれたので、それではスイッチを入れてみましょう。よっ、エコ、これが自転車ですね。で、これがミッド、アシスト自転車で、これがハイが、まあ、原付きみたいにあのアクセルで、まあ、マックス時速30キロが出るということですね。早速で、こちらを、これがウインカー光ってますね。で、これがクラクションですね。さて